皆様、こんにちは。ビザ JP カナダ移民コンサルタントの白石です。今日は5月4日です。ゴールデンウィークの真ん中ですね。きっとね、日本の方は。弊社の方に、日本からの問い合わせ、毎日毎日たくさんいただくんですが、今週はなんとなくスローダウンです。皆さん、ゴールデンウィークだからかなと思っております。カナダでは、メイザフォースと言って、メイ、5、5月4日だからメイザフォースなんですけど、スターウォーズの日って言われていてですね、なんかスターウォーズ関係のね、イベントとかが夜にいろいろダウンタウンとかであるらしいです。コスチューム着たりとかして。なんかそういう日です。はい。ではですね、たたたたた、はい。今週は2つニュースが上がっておりますので、この2つのニュースを説明しますが、説明するというほどのものがないっていうか、もう読んでいただけばその通りというような、ニュースが、まず1つ目ですね、これ。ストライキが終わりましたよというニュースです。先々週ぐらいかな、このストライキのニュースをお話しして、で、その時に、昔のストライキは何ヶ月も何ヶ月も続いて大変だったというお話をして、まあそうならないようになんて言ってたんですけど、なんとなんと意外と早く終わりました。よかったです。で、ストライキの影響をなんか感じる間もなく終わりましたというのが正直なところですね。で、いろんな滞る可能性があるものとかリストアップされていましたが、まあ、すっごく滞ってるなっていうふうに、こう肌身で感じるほどの、遅れはあんまりなかったです。まあ、強いて言うと、就労ビザの前に、労働省から取る LMIA というもの、それのし、あの、プロセスがちょっと遅かったかなというふうに思うのと、あと、今、移民局にこう電話でね、私たちお客様の件で問い合わせをしたり、日々するんですが、で、移民局の人に電話で話すと、これはどうなっているのとか言うと、ストのせいにします。いまだに 皆さん、移民局の人が、いや、ストライキだったからね、遅かったんだよねとか言ってます、今でも。でも、それは私が話してるのは11月のに申請したものの話だよねって思うんですけど、なんとなく、このストライキをいいようにですね、言い訳に、移民局の人はいまだに使っているなという感じがしておりますが、いや、終わったでしょうと言いたい。というのがストライキのニュースです。はい、よかったです。はい、次。はい。これね、セトルメントファンドの、金額が改定されましたというニュースです。これは定期的に改定されるので、デジャブっていうか、なんかこれ、このニュース見たことあるなっていう人がいるかもしれないんですけど、そうなんです。これはね、定期的に、半年に1回ぐらいかな、少なくとも1年に1回は改定があります。で、セトルメントファンドとは何ですかっていうのが、ここに説明があるんですけれども、カナダに、カナダの永住権を申請する場合ですね、永住権を取って、で、カナダに来て、そして最初の仕事が決まるまでの間、の生活費がないような人は、永住者にしないよ、そもそもっていうのが、カナダの、政府の考え方の一つにあります。なので、当面のね、永住権取ってカナダに移住してきたら、当面の生活費っていうのには、私は困らない。予定なんですよというのを見せてくださいよというのが、それがまあセットルメント、落ち着くまでの、資金ですね。ということです。で、セットルメントファンドは、エクスプレスエントリーで申請をする場合に、入力するところがあります。で、エクスプレスエントリーで登録ね、登録をするときに、入力をするところがあります。で、セットルメントファンドいくら持ってますかというふうに入力をするんですが、その入力の数字が、ここの数字を下回っていると、
もう申請ができないよ、あなたは、お金が足りないから申請できませんよ、インエリジブルっていうふうに出てきちゃうんですね。で、ここは、だけどもすいません、例外としてですね、すでに働いている人とか、あとは働く予定がある人、そういう登録の仕方をしている人は、この金額を下回っていても引っかからないです。でも、働いてないとか、ジョブオファーがないというのに、これを下回っていると、インエリジブルということで、エクスプレスエントリーの登録自体ができない。で、ここの家族の数に、応じての、金額が決まっています。例えば、ご夫婦と、子供が2人いたら4人家族なので、4人のところを見て、この、25,564ドル以上、セットルメントファンドがありますよというふうに入力しないと、インエリジブルになるんですね。で、これが改定前が、ここの金額がもうちょっと低かったので、例えばですね、ここ2500、あ、違う、25,400って入れてた人は、今までは OK だったんですけど、4月25日以降、これより低くなっちゃったので、そうすると、何もしないでぼーっとしてるというか、そのエクスプレスエントリーの登録を、何も修正しないでそのままにしてると、あなたはお金が足りないよねって言って、もう、登録はこのままは続けられませんよってなって、インエリジブルですっていう連絡が来てしまいます。というのが、ここにか、一番下に書いてあります。現在、エクスプレスエントリーに登録中で、今回改定になった、ここに書いてある金額を下回った金額で、申告をすでにしている人は、エクスプレスエントリーの登録が自動的に取り下げられてしまいますので、金額を変更してください。これが大事です。はい、なので、エクスプレスエントリーに登録している皆さん、もう一度、今一度自分の申請内容を、ね、オンラインログインして確認してみて、そのファンドのところ、ちゃんとこれ以上の金額になっているか、まあ、念のため確認してみていただくといいかなと思います。で、このね、ファンドがあるかどうかのその証拠、本当にこれを持っているかどうかの証拠っていうのは、エクスプレスエントリーの登録の段階ではまだ出さないんですね。登録の段階では自己申告です。いくら持ってますよって、申告するだけです。で、この証拠は、後ほど、ITA、インビテーションというアプライが来た後に、いろんな証明の書類を出すんですけれども、その時に、残高、これだけの証明、資金がありますよという証明を出します。で、その時に、じゃあどんな、ものが、その証拠として出せるかというのが、こちらの方に、説明が書いてあります。まあ、基本的には、銀行の、からの、レターですね。で、誰の銀行口座なのかがちゃんと分かって、ご本人の名義がいいです。ご本人の、名義の銀行口座に、で、銀行口座も、できるだけ、定期預金とかはいいんですけども、株とかの類じゃない方がいいですね。で、あと、不動産は含められませんので、ご注意ください。で、できるだけ、普通預金と定期預金ぐらいで、この金額以上あるという残高証明を、最新のものを、銀行から取ると。いうのが、これは IT へ来てからですね、必要になってきます。ということで、これがセトルメントファンドの、ニュースです。エクスプレスエントリー登録中で今待ってますよという方が注意してくださいというニュースでした。はい。ではですね、で、今回、この2つなんですが、ちょっとお時間があるので、弊社のツイッターをご紹介してみたいと思います、今日は。こちらね、ビザ JP カナダのツイッターのアカウントなんですけど、どういうことをつぶやいてるかっていうと、こちらはですね、弊社の、YouTube の、動画を紹介しています。あとね、最近、話題になったというのがですね、これが今のね、
エクスプレスエントリーのセトルメントファンドの、ニュースです。こういうふうに最新ニュースは必ずツイッターでもツイートするので、ぜひフォローしていただくと、ここの、YouTube でももちろん見れますけども、ツイッターでも見れますということと、あとね、まあ、ストライキのニュースもね、こういうように出してますし、あと、まずは政府の、サイトのリツイートみたいなのもしてます。でですね、このね、ツイートがちょっと、たくさんの方にいいねをしてくださっていただいたりとか、リツイートしていただいたんですけど、学生さんがね、今卒業する時期なんですよ。大体学生は、カナダではね、9月に入学して、春、夏の前に卒業するというのが、まあ、普通のね、学年、アカデミックイヤーなんです、の、区切りなんですけども、なので卒業生が多いんですが、学生ビザ持って、学校に行ってる方は、卒業すると同時に仕事ができなくなる、働くことができなくなりますよという、だからご注意くださいねというリマインダーを、ツイートしました。学生ビザって普通、学校の卒業よりも3ヶ月ぐらい長い日、後の日まで出るんですね。これはまあ次のビザに切り替えるための、バッファーとして3ヶ月余計に出るんですけど、ビザが長くあるから、まだまだ、働けると思っている方が割とよくいるんですけども、そうじゃないので、学校卒業と同時に働くことはできなくなりますので、ビザが残ってても。なので、それ注意してくださいねという、リマインダーを、ツイートしましたら、結構みんなに読んでいただけた。ですね。あとは、新ナンバーが、新ナンバーっていうのは、まあ、カナダにいる方はわかる、皆さん知ってるんですけども、日本でいうマイナンバーみたいな感じのものじゃないかなって思うんですが、まあ、新ナンバーがないと働けないんですけど、なので、ワーホリとか学生ビザとかで、カナダで働こうと思ってる人は、新ナンバーをカナダに来たらすぐ取るわけなんですが、このね、新ナンバー申請するときに、まず元々は、サービスカナダっていう、出張、市役所の出張所みたいなところ、日本でいうと、そういうところに行って、実、あの、こう、あの、申し込んで番号をもらうっていうのをしなきゃいけなかったんですね、もともとは。でも、まあ、コロナもあって、オンライン化されまして、で、オンラインでも手続きができるようにはなってきたんです。で、それを知らない方も、まあ、もちろんいて、オンラインでやらずに、実際に、今でもね、オフィスに行きます。すごく並びました。ね、3時間並びましたとかおっしゃってる方もいらっしゃるけども、まあ、並ばなくてもオンラインで実はできるんだよということと、あとは今、今回のこのビッグニュースは、住所が、まだ確定してなくても申請ができるようになりましたということです。で、今までは、住所が決まんないと申請ができなかったんですよね。だけど、やっぱり最初にカナダに来たばかりの人で、仮住まい、例えばね、Airbnb とか、ホテル、長期滞在のホテルとか、そういう仮住まいにまずは住んで、本格的にな、ちゃんと住むところを、ゆっくり探そうという人も多いんですよね、最近ね。で、そういう方は、ちゃんとした本当に住むところというのが決まってからじゃないと、新ナンバー申請できなかったのが、住所はもう、申請の時にいらなくなりましたので、仮住まいしてるうちに、まあ、Wi-Fi さえあれば、オンラインで申請ができるというふうになりましたよということで、ずいぶん便利になったよね、ということを、政府のね、ツイートをリツイートしたら、これが結構皆さんに読んでいただけたと思います。という感じでですね、まあ、遡るといろいろ、いい話がいっぱい書いてあるんですけど、いい話っていうか、聞いといて損はない話ばっかりいっぱい、ツイートしているので、皆さんもしよかったら、この、ビザ JP カナダのツイッターの方も時々覗いてみてください。フォローしていただければいいなと思います。はい。ということで、今日の、ニュースウィークリーはこれでおしまいにします。また今週は、ねえ、週末のたんびに、
ちょっと天気が崩れるというのがまた続いておりますが、私はゴルフです。雨降らないといいなと思ってます。ということで、皆さんも良い週末をお過ごしください。日本の皆さんはゴールデンウィークの残り、3日ですかね、楽しんでいただければと思います。では、また来週。